初球ストライクを取りました。スピードボールを持っています。それ2球目決まっています。3球目は何で来るか。打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。打ちました。いい当たり。弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスには3番菊池。ツーアウトになっています。この回の有原4球でツーアウトにしています。そうです。初球打ち。この打球はフライになっています。アウト。打ちました。菊池アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは2番に入っている。ここで申告敬遠を選択。勝負しません。バッターは1塁に向かいます。クリーンナップが登場します。バッター吉田。ジャイアンツランナーが出ました。マウンド上千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーを直撃。高く上がった。スタンドも超えていった。失投が高めに。はい。ここで申告敬遠を選択。勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。バッターは5番浅村。ジャイアンツランナーが出ました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。打ち合いが掴んで2アウト。打席には6番バッター山本。ジャイアンツこの回先制となるツーランホームランが出ています。最初は変化球できました。ボールになります。2球目は何で来るか。1塁ランナーはそのままです。一塁アウトで3アウトチェンジです。最終回です。さあ小宮山さん、打った。ワンバウンドヒット。走ってきた。打ちます。初球打ち。このフライはヒットになりそうだ。フェア。ジャストミート。一塁間抜けた。ボールは中継。ライト前ヒット。ジャイアンツピンチになりました。さあ、そしてバッターボックスには佐藤が入ります。ここでのこのバッターはバッテリーも嫌でしょうね。さあ勝ち越し。真ん中のボール打った。飛距離はありますか。セカンドランナースタート。中継にボールが送られる。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。9番バッター山口。ジャイアンツこの回2点を失っています。さあ土壇場で同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを置いた場面。いや小宮山さん、先ほどのホームランの影響も大きいでしょうね。まあどうでしょう。本来であればセンターへ持っていった。頭上を越えた。送球する。なるほど。さあ初球打った。セカンドうまく捉えて一塁アウト。ランナー三塁二塁はそのままです。さあそして打席には塩見が入っています。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。まあここは塩見ればまだまだ分からないと思う。打ち上げました。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。打ち上げた。ワンバウンドヒットになった。ボールがファール。ボールは何か。インサイド落ちました。ワンバウンドになりました。先制。バッターは2番に入っているバース。ヒットでランナーを1塁に置いています。おっ、走ってきませんね。おっ、ボール先行。ランナー動いてくるか。これが3球目。インコース落ちました。いい当たり。ファウルになります。次の投球でランナーが走ってくるか。バッテリーも警戒します。
がぐんぐん打球を突き刺さった。打ちました。これもいった。ボールボール。ボール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。2球目打ちました。ライン際を破りました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。さあそして打席には初球打ち破りました。センター前ホームに送球。インサイド落ちました。ユラグラウンドで掴んでワンアウトです。さあそしてバッターボックスには山本が入ります。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。フェア取った。送球する。セーフ。一塁はセーフ。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるのがやっぱり一番いいです。初球打ちレフトに大きな打球。レフトオーバー。セカンドランナーホームイン。まず1球目打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーも今バッターボックスには代打の柳田。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ストライク。まず変化球決まってワンストライク。ストライクショー。キレのあるボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ここは打ちました。取った。一塁送球。一塁アウト。スリーアウトで打ちました。ファールグラウンドへのフライです。おっ勝っています。打った高く打ちました。いい当たり。打球はセンターへ。おっセンターが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには4番ソト。ツーアウトになっています。初球打ち。いい当たり。センターに抜けました。初球打ち左中間へ打球伸び。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。先頭に。さあそして打席にはバースが入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですからぜひ点を取っていきたいですね。しっかり捉えた。伸びていく。入った。ホームラン。ここ。インサイド落ちました。このフライはどうだ。おダイオトランナーありません。打った。大きな打球になった。レフト変化球打った。取った。一塁送球。一塁アウト。これで3アウト。最終回を迎えています。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。バッターは DH 佐野。岩隈まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。高く上がった。センターが入った。ホームジャイアンツ。入ります。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にセカンド。最後はライナー掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。最後追い上げられましたが逃げ切りました。試合を制したのは